今日の下着はこんな感じです。サーモンピンクみたいな色味の下着になっていて、すごく可愛らしい下着になってます。こんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。蓋もね、お揃いの下着になっているので、ここに刺繍があってシンプルな下着です。ではセーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこちらのピンクのセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。Twitter や Instagram の SNS も頑張っているので、よかったら見ていってください。今日もありがとうございます。ゆうでした。